肉体とギアテクノロジーを融合させた究極の格闘技、メガロボックスに全てをかけてその頂点まで駆け抜けた男がいた。違法な地下リングの八百長試合で食いつなぐボクサー、ジャンクドッグとトレーナーの南部、どん底から抜け出せず苛立つ日々。何が本物だ、くだらねえ。だがそこにいる野良犬に野暮用でな。宿命の男、メガロボックスの絶対王者ユーリとの出会いが全てを変えた。上がってこい、俺のリングにな。待てよ。もう一度ユーリと戦う、ただそのためだけに。すんませんでした。南部は己の思惑を胸に隠して。メガロニアこそが頂点の証であり、偽造 ID とジョーという名前を手に入れ、メガロボックスの頂点を目指す。見せてやるよ、イカ様に何ができんのかをよ。短期間でランキングを駆け上がるため、南部が用意した秘策、ギアを装着せずに生身で戦う。ギアレッジョー。この捨て身の戦法で注目と人気を集め、壊してみたくなったんです。俺たちの賭けに途中下車なんかね。君はリングに上がれない。一人で戦ってるつもりかよ。トップランカーたちに命がけで挑み、勝ち進んでいくジョー。しかし、ここが終点だ。信じた俺がバカだったよ。ダウン。しつけたようだな、南部さん。再び地下に引き戻されるはずだった。立て、立つんだジョー。立って戦え、おめえには明日があるんだ。誰にもおめえの明日は奪わせやしに。そしてついに宿命の男ユーリとの決勝戦が始まる。俺は最高の瞬間を生きてる。ノマド始まる。